はいどうも。野球が大好き、ジンです。今日、選抜高校の準決勝で、近江高校がね、浦和高校に勝ったってことで、話題になってますね。いや、最後のね、スリーランホームランね、いや、マジですごかったね。うん。で、この感情をね、共有しようと思って、SNS を見てたら、こんな風にね、 不正だとかね、言ってる奴がいますね。いや、ほんと許せないなって思いますね。<laughs> あの、ホームランでさ、不正とかどうやってやんのよ。うん。いや、ほんと意味わかんねえから。うん。いや、でね、本当にね、11回延長戦ってことでね、本当に激闘でしたね。うん。で、これでね、あの、決勝進出は、滋賀勢でね、初めてってことで、いや本当にね、 おめでとうございますぜひねこのまま勝ってほしいしこうやってね批判してるやつはほんと許せないなって思いますね。ってこと。